次に私佐野が体当たりでイングリッシュをスタデーするドンマイニューヨークです。今回はセントラルパークで絵心を磨いてきました。体当たりでね、大丈夫かな。9月に入り秋の装いを増してきたセントラルパーク、芸術の秋ということで音楽や読書などを楽しむ人が増えてきています。そして今回私が参加させてもらったのが屋外の絵画クラスです。毎週開かれている絵画クラス in セントラルパーク、この日は初心者クラスが行われていました。こちらが先生のレベッカさん。まずは木炭を使ってスケッチを始めました。いろんなものを感じて描きなさいと。These are wonderful. ダック。Yeah, that's really beautiful. ダックサルテッド。Good. And I'm going to teach you a little bit more about shading. Shading, which is shading. Shading. ああ、シェーディング、陰影か影を作るのか、シェイド。あ、なるほどなるほど。続いて色をつけていきます。夏の終わりのセントラルパーク、ポエム詩のようなお題でありますが、はい、池のほとりの風景を描くことにしました。うまい。 Are you professional? No. No. But this isn't my first class. 立体感を出したいってなんて言うんだろうな、I want to draw 3D. 3D shape. Yeah, you want more depth.そうなんです。立体感はディメンション、奥行きはデプスと言います。できました。こんな感じになりました。タイトル夏の終わりのセントラルパークということで、私がニューヨークに来て初めて、描いた絵でございます。スタジオにもありますが、福原さん、杉田さん、はい、いかがでございましょうか。いやいいじゃないですか。素晴らしい。限られた時間でここまでね。の。いやいや、そんなことない。なんか言いづらいですね。いいのか悪いのかよくわからないんですけど。独創的だと杉原様は申しております。あ、そうですか。ちなみに図工はね、僕小学校の時2だったんですけども。2ですか。今日のワンポイント英会話でございますが、絵心やセンスのある人ってのはたくさんいますよね。そういう人には、うん、You have a sense と言っても通じないんです。こちら、うん、You are talented と。タレントという言葉を使います。才能があるね、センスがいいねというのは、こういう私はノータレントということになります。言ってもらえなかったんだ。はい、どんまいですね。じゃあね、ニューヨーク在任中にいっぱい何枚も書いてください。そうですよ。はい、いろんな表情、これからいい季節なんで書いてみたいと思います。はい、はい、家に飾ってください。タレントっていうから芸能人ですね。そうですよね、頑張らないといけないですね、芸能人。